はい、皆さんこんにちは。4月16日アメリカの方なんですけれども、日本は水曜日で、こちらは火曜日でございます。こちらはって言っても日本にいますけれども、いや今日はがっかりしましたね。大谷さんにこんなこと僕はめったに言わないんですけれども、なんでがっかりしたかっていうと、すごい大事な時にね、2回も来まして、3回かな。それでね、一塁三塁にもいいのに、ワンアウトなのにね、軽くね、あれすればいいのに、一球で、簡単にね、セコンドとかで、もうあれで、ゴロでアウト。で、二回もまた同じ一球目打ってるのよ。で、ボールしっかり見て、あと一球、二球、三球見て打てばいいんですけども、何が急いでんだろうね。今日ですね、一番に打つ、彼がね、ムーキー別がね、5打数5安打打ったのよ。だからそれで焦ってたのか、それからやっぱりホームラン打たなきゃいけないって言って、なんかいろいろ頑張ってたのか分かんないんですけど、いや、今日谷さんらしくない、もうがっかりしましたね。下手くそって言いたいぐらいなんですけども、まあちょっと雰囲気変えて明日頑張ってもらいたいなと思うんですけど、非常にがっかりして、まあ皆さんも見ると分かると思うんですけどね、あれはちょっとね、スーパースターとは私からも言えないね。明日それを雰囲気変えて、それらしいことをやってほしいなと思うんですけどね。特にね、無機別がね、ちょっと、めちゃくちゃ当たってましたから、それを生かすには、大谷さんがなんとかしないと、やっぱりね、2番手にいるんですからね。ということで、今日はですね、5回打席に入りまして、最初はね、誰もいなかったん、誰も最初もいたかな。とにかくシングルって、彼が5回、5打数5安打だから、シングルって、それで簡単にゴロアウト。次はゴロアウト。これですよ。ゴロアウト、ゴロアウト。次も1球。これ全部1球目打ってますからね。普通はね、1球打って2回目来たらちょっとよくボール見ようかなとか。1球、2球。なぜかって皆さんね、ランナーが3塁、1塁の時あったんですよ。そうするとね、1球打たないで、少しね、1球見て、2球見て、もしかすると、悪送球来たら3塁からホームに入るんですよ。だからそういったことをね、やっぱり大谷さんらしくないなと思って、スターなんだからそれぐらい考えてもらわないと、1球目ね、ちょっとがっかりしたんですけどね。まあ、ということで、フライの方もね、あわや、2塁から3塁に無機別が走ってアウトなりそうだったんですけど、まあ、これはまあまあかなと、あと内安打も、とにかく今日ね、調子悪かったんですよね。まあ、それでも内安打と、これから2点がで、長打率は下がってて、ヒットの方は少しまあ上がったかなと思っております。それからね、日本人ではですね、大谷トップ、まあ、1安打とか、まあ、いろいろこういう情報もあります。それから他の情報、まあ、とにかくこれ全部またお送りしますので、よろしくお願いします。じゃあまずですね、写真がね、いろいろ来ておりまして、その写真からいこうかな。はい。MLB ネットワークス、トップ100の中に、大谷さんが一番ど真ん中に入ってますけどね。他の人もトップなんだけど、トップなんですけどね。はい、続きましてはこちらでございます。182.9 ミリオンを、負けたと、ルースしたということで、これもね、出てるのよ。あちこちにね、画面こうやって出てるんですね、もう。で、これはね、かっこいいね、この谷さんの、あれはね、これは、SD ね、学校、大学のあれなんだろうけど、これはブルーだからね、ドジャーズブルーという感じでございますけどね。はい、続きましては、こちらでございます。バスケのですね、マジック・ジョンさんにお会いしたそうでございます。大谷さんもすごい喜んでおります。なんかいろいろ喋ってるようだけど、もうね、素晴らしいで、写真を撮られて、なんか大谷さんも背が高いけど、やっぱりバスケの方がみんな背が高いからね。まあ、レイカーズのね、有名なね、ドジャースのマジック・ジョンソン。彼はすごかったよね、当時ね。まあ、ということで、この話聞いたらですね、大谷さんは、俺はね、よく寝るんですよ、って。それでミッキーマウスがね、私も寝ますよ、って。ブリーブルーということでございます。はい。それしてですね、大谷さんがコアというんでしょうかね、コアの社長を、まあね、こう写真撮られて、で、42番、昨日の話もこう出ております。そうですね、みんなが42番と言って、で、これでまあ、多分どなた社長ですかね、ボールを投げて、大谷さんが相手を一人、取ってサインして、あれされると思うんですけど、
はい、ということで今日は残念ながら5号は出ませんでしたから、まだまだ松井さんと大谷さんの5号はお預けでございます。これ75、176話ですから、何かかかるとやっぱりね焦ったりとか何とかしなきゃいけないっていうことあるので、ちょっとねちょっとね、あのもうちょっとその逆に落ち着いて自分のボールを待つとかね。で1枚1回はねもう2ストライクだったんですよ。それで2ストライクの後にどうするとしたかというと、技ありヒットだ。その時はねランナー1塁と1塁になったんですけど、それであの誰ですか、あの3番手のねあのフレディ・フリーマンがまたフォアボール選んでノーアウト1満塁。それでテオスカ・ハネズが来て彼まで1球も打って、それでまあダブルプレーで1点入ったんですけど、だからねみんな考えないのかね、今どういう状況で満塁だと何とか引き返しなきゃいけないということで、まあね犠牲フライデーにしてくれればあのダブルプレーはなられて済んだんですけど、まあということでございましたね。ということで皆さん、今日は16日ですね、アメリカの方はね。それで今日はやっとあのねこのね負けてたものがストップなって勝利した。で明日が最後なんで、その後に今、まあ、ちょっと少し早いかなと、まあこれ終わった後に、はい、これ終わった後にまた一回一日休んで、ニューヨークメッツがやっていきます。はい、ということで W と今やってるのに今度まだ行かなきゃいけないの。いや、ワシントンナショナルもね、悪くないチームですよ。結構いいチームでございます。ね。ということで、12勝8敗。ね。これをね、増やしていきたいなと思っておりますけど。はい。さて、それかじゃあね、ラインナップの行きましょう。ラインナップでございますけどね。今日のピッチャーは、ブルペンでしたね。カイル・ハートが入ってきて、また違う人が入ってきて、向こうはね、パトリック・コルビンという人が、左ピッチャーでございました。だからドジャースが1点、2点、3点取ったからこれはいけるぞと思ったらすぐ2点取られて、また1点返して、1点返してって感じでこう、まあ少しずつ入ってきて、あのね、もっとチャンスがね、取れるチャンスがあったんですけど、大谷さんのね、やっぱりあの誤算でしたね、今回ね。そして、まあ下の方も今日は頑張ってましたね。とにかく、6対2でね、最終的には勝ちました。はい、ということで、こちらももうね、あの入れさせていただきました。はい、この間 SB は関係ないので、これはなしですね。ここにちょっと貸してあげる。まあ、3のまま、これも4のまま。そして打率がね、3、4、1に少し上がっております。ただし、あのこのオップスはね、出塁率と長打率が合わせたもので、長打率がなかったので、これは下がっております。そして打点もない。打点がね、2つかミス取れたのよ。ああ、もう本当にもっと考えてほしいなと思うんだけど。まあね、ということでございましたね。はい。ということで、明日に期待したいと思っております。で、こちら見てもらえば、ベッツがね、5打数5安打。ね、388-1190。これはすごいよ、この打率、あの、これ119。なんかこの間ね、誰でしたっけな、あの、あそこ。あの、ベーブ・ルース、1164。ちょっと待ってください。すごいよ、1164。まあ、最後まであれなんだろうけど、1164。ここですか、ごめんなさい。1164。あ、1190。これはすごいよ、別が。で、大谷さんは341。で、こちらは下がりましたね。そして、じゃあ、ここ見てみましょう。はい、ハルナダスがヒット2人ヘレネダスがいるんですけど、その後はやっぱり打ててない人がいる。で、ここに新しいね、あのパワーズが来て、彼が結構打ち始めて、なかなかいいから、多分しばらくいるんじゃないかなと思いますよ。センターフライ、センターで彼守ってます。で、アウトマンがちょっと心配なかもしれないね。アウトマン途中から出てきたけど、ダメでしたね、このほら。打てない。で、パワーズが打って、それからローハースもまあ2ヒット打っておりまして、まあ、いずれにしても、最終的には勝ちましたから。で、ピッチャーの方なんですけども、ハートが、2回投げて、3ヒットで点数を与えなかった。ところが、ヤブロが5回投げて、まあ、悪くなかったんですけど、実績点2点与えてしまいましたね。まあ、それきりで、あとはもうみんな、ケリーもね、危なかったけど、なんとか、あれしましたね。それから、ハッツソン。
うん、これも彼もあれして終わりました。はい、じゃあ行きましょうか。これが悲しいだけど見せましょう。皆さんもご自分でご判断いただければと思っております。大谷さんがね、なんで1球目打たなきゃいけないなと。それでね、ホームラン打つとか、あれすればいい。1回目あれ、普通はね、もう、ああ、これは失敗したな、じゃあもうちょっと見ましょうということされると思うんだけど、なかったからね。はい、今日はね、キティ、ハローキティって日本のアルキティじゃなかったって。そのこっちでハローキティみんなやってますよね。すごいね、これ。ミキわかるけどね、アメリカのあれだから。大谷さんは2番だけど、彼が出てるかとはですね、彼は今日あれですね、デビューですね、下から上がってきて、多分しばらくいるんじゃないかな。結構打てるような気がするということでございます。はい、続きましてこちらでございます。無機別がすごいよ、全部取ってないものもあるからね。はい、じゃあいきますよ皆さん。はい、いいですか。はい、これがいい。はい、小谷さんがいきますよ。これちゃんと見てるでしょ。見るとね、結構いい結果が出るのよ。ほら、これも見て打って技ありヒットですよ。で、これは満塁して、もう1球目を打ってダブルプレーですもの。この人はもう、という感じで残念でしたね、あの時はね。はい、続きましてはこちらでございます。はい、行きましょう。はい、無機別はヒットでもういます。はい、で大谷さんが早打ちしてちょっとやばいことになりましたね。ちょっと待ってくださいね。はい、ここ見えないんですけど、一塁三塁だったのよ。ワンアウト。ね。これで大谷さんが2アウトになって、二塁三塁になった。だから大谷さんがうまくやれば、この人は三塁の人が入ってきたんですけど、あるいはまあ二塁、一塁二塁でも、ボテボテだったから二塁から三塁までいたということですね。とりあえず、これは一球目がっかりですけど、一球目落としてほしいないね。はい、じゃあもう二回目は変わるかなと思ったらそうでもないと。はい、どうぞ、もう一回。また1球目。同じですよ、これ。簡単にアウトなるもん、これ。はい、どうぞって。だこれをぜひ、考えて、アポに打ったりとか、ガーッと上げたりとかね、いろいろして、ボールよく見るということが大事だと思うんですけどね。はい、続きまして3回目。これもね、危なかったけど、これも1球目ですよ、皆さん。ほら。はい、1球目。これはね、浅いフライだから危なかったんですけど、まあサードはセーフだったからね。はい、続きましてこれが4回目、あ、5回目ですか。はい、5回目ですね。これはね、5打数5アンダーで、ムキベスがやって、ムキベス5 for 5、1点も入りました。大谷さんは今回を見てます。いい結果が出るんですよ、見てるとね。内アンダーでももうこれがね、2、3回やってればね、1点入りましたよ。打点も入りましたし。こういうふうにしっかり見て、ほら、これ当てていくだけでもね。ほら、セーフ。もうあんまり顔してない、ね。あんまり、いい結果が出てないから、ちょっと、大谷さんもね、ちょっとがっかりしてる可能性がある。でも、あんまりにも彼、5打数5安打だからね、それにちょっと、あれされてるかもしれないんですけど、まあ、大谷さん、マイウェイでやるべきだよ。もう、無機別が何しようが全然関係ない。チームのこと考えてらっしゃると思うんだけれども、やっぱりね、あれはね、考えなきゃいけないですね。やはりは、アポに打つとか、あれはやっぱり左側に来たボールをね、引っ張ると、簡単にセコンドまで行っちゃうか。いずれにしても、話題、今日の話題はこちらでございます。行きましょう。はい、どうぞ。はい、
大谷翔平、日本人トップ176号は、お預けも1安打1盗塁と躍動1。打撃妨害も、ドジャースは一発攻勢の前に追い上げ及ばず連敗。昨日のことですね。ドジャースの大谷翔平投手が、2番 DH で先発出場。第1打席で2試合連続安打となるライトへのヒットを放ち、3打数1安打だった。6回には打撃妨害で出塁すると今季3個目の盗塁を決め、その後内野ゴロでホームに帰るなど足も見せたが、試合はドジャースが追い上げ及ばず敗れた。大谷は第1打席、この日がメジャーデビューとなるナショナルズ先発パーカーの4球目を捉え、1、2塁間をゴロで破るヒットで出塁する。これで大谷は2試合連続安打とした。大谷は続くフリーマンのヒットで3塁に進むと、4番スミスの犠牲フライで同点のホームを踏んだ。3回の第2打席はカウント2対2からカーブに空振り三振に倒れた。第3打席はキャッチャーの打撃妨害で出塁。フリーマンの打席で今季3個目の盗塁を成功させると、さらに冒頭で3塁に進み、4番スミスのサードゴロの間にホームに帰って、この日に得点。第4打席は3点ビハインドの7回。西口、2塁で回ってきたがいい当たりもセンターライナーに倒れた。あれはいい当たりだ。大谷はこの日3打数1安打1盗塁に得点と活躍したが、期待された日本人メジャーリーガー単独トップとなる通算176号はこの日も出なかった。うん、試合はナショナルズがスター候補のエイブラムズのホームランや、こちらも若手のガルシアの今季初アーチなど一発攻勢で6得点。ドジャースは初先発のナショナルズパーカーに対し5回2得点に抑えられると、その後も打線にあと1本が出ず敗戦。前日のパドレス戦に続く連敗となった。明日勝てばね、この何と言いますかシリーズがね勝てるので、それをやってほしいなと思います。はい、続きましてこの話題でございます。はい、行きましょう。はい、大谷翔平得点圏打率063安打17打席連続のヒット指揮官は悲観せず、いつもいいことが起こる気がする。あたり良すぎた。ドジャースの大谷翔平選手が2番指名打者で出場し、3打数1安打に得点。終始追いかける展開の中、6回にはシーズン3盗塁目となる2盗を成功させ、後続の進塁打で得点するなど、勝利への執念を見せたが、3点ビハインドの7回に西一、2塁の後期に中直。あと1本が出ず、チームは連敗を喫した。写真、キャッチャー大谷。極めて異例のシーンにスタンドは大歓声。試合後のロバーツ監督は、大谷を特別な選手と表現。彼が捉えた打球はいつも強く、いいことが起こる気がすると、ベンチから期待して見守っていることを明かした。うん、今季の大谷は得点圏に走者を置いた場面の打率は 0.063、16打数1安打。3月20日の開幕戦で敵地打を放った後は17打席連続無安打、右肘含む。と制裁を書くが、指揮官は7回の中断を、当たりが良すぎたね、と話し、悲観視することはなかった。ということで、今日は当たりが少ない、良すぎたというよりも、当たりがちょっと当て損ないだったですね。はい、続きまして、こちらになります。行きましょうか。はい。はい、こちらでございます。どうぞ、行きましょう。水原容疑者の行動で翔平になぜと聞けなかった米記者が問題視、騙された大谷側の構造。 ESPN のパッサン記者が問題視、水原容疑者に巨額を盗ませたいびつな構造。ドジャースの大谷翔平投手の通訳を長く務めた水原一平容疑者が巨額の違法賭博に関与し、大谷の1600万ドル、約24億7000万円以上の資金を盗用したとされる事件で、米大リーグは大きく揺れた。米スポーツ専門局 ESPN のジェフ・パッサン記者は、被害を防ぐために騙された大谷の側にも足りなかった部分があると指摘している。
事件は3月20日に韓国ソウルで行われた開幕戦の前に発覚した。水原容疑者は試合後にロッカーで選手たちに自身がギャンブル依存症であることを告白し、即解雇された。その後、大谷の口座から$1,600万、約$2,470,000以上を勝手に賭博の胴元へ送金していたことが発覚。銀行側の確認まで欺いたとして、銀行詐欺罪で訴追されている。パッサン記者は、米国のストリーミングサービス、6チャンネルの番組、ザ・リッチ・エージェンショーに出演し、結局のところ、コミュニケーションの欠如、不十分なコミュニケーションが大谷陣営に罰を与えました、と、巨額の被害には大谷側にも非があったと指摘した。翔平自身の信頼していた人を信用したくなる願望はわかりますが、7億ドル、当時約1014億円の契約を結ぶような人を抱えているなら、さらなる保護層が必要な時もあります。今回はそれが欠けていましたとして、大谷とその周辺が、一切のコミュニケーションを通訳だった水原容疑者に頼る構造になったのを問題視している。水原容疑者は代理人のネズバレロ氏や会計士らスタッフと大谷のコミュニケーションを担い、双方に誤った情報を流すことができた。訴状によれば2022年の10月頃、会計士と大谷が面会する予定があったが、水原容疑者が大谷は病気だとして一人で面会に現れた。さらに、大谷がプライベートなものにしておきたがっている、と口座情報の閲覧を拒否している。パッサン記者は、その時翔平のところに戻って、本当にプライベートにしておきたいの、なぜと聞くことができなかったんです、とチームの欠陥を指摘してい。確かに確かに、そういう聞けばよかったんだよね。まあだから私ね、実は彼たちはね、いろいろ日本の番組聞いてたらね、やっぱりね、あれだけお金儲かってんだから、商売も一緒にやってるわけだから、やっぱり日本語できる人がいるんじゃないかって言って、今日ですね、私は日本からテキストっていうか、イメールしております。まあ私、アバン市に住んでるものなんですけど、まあよかったらぜひ、そちらで野球関係が好きなのでやらせてくださいって言ってお送りしますけど、返事は今のところはないでございます。ということで、次はこちらでございます。はい。切るぞーという感じで、お谷さんはこれかっこいいね。はい、行きましょう。水原容疑者の消えた38億円はどこから捻出？大谷の口座から送金も合わぬ損失額。水原容疑者の純損失額は約62億円、差額ってどうなってるんだろう。ドジャース大谷翔平投手の元通訳水原一平容疑者は、米連邦検察に銀行詐欺の容疑で訴追され、12日、日本時間13日にはロサンゼルスの連邦地裁に出廷した。大谷の口座から$1,600万、約$2,450,000以上を不正送金したとされるが、賭博での純損失は$4,068万、約62億円。差額に、どこから捻出したの？と疑問の声が上がっている。水原容疑者は2021年からの2年間で約1万9000回に及ぶ賭けを行い、大谷の口座にアクセス。$1,600万以上を違法なブックメーカーに不正送金していたことが明らかになっていた。賭けで勝った金額は約$1,420万、約218億円。負けた金額は約$1,830万、約280億円だった。水原容疑者が銀行側に自身を大谷と偽って電話し送金を可能にしていた。最大禁錮刑30年になる可能性があり、司法取引に応じる意向と米メディアは伝えている。大谷から送金した$1,600万を差し引いても、差額は約$2,400万、約38億円になる。SNS では、差額ってどうなってるんだろう、大谷さんに帰ってくるのかな、と不安視する声が寄せられていた。まあね、話によると、彼は買ったものは自分の口座に入れてたと。出すのは大谷さんの口座から、入ってくるものは自分の口座に。だから合うわけないですよね。しかし、彼頭いいと思えばいいかもしれないですね。
間抜けな部分あるけども、結局はああやっていろんなお金払わなきゃいけないから、一旦少しお金は取っておいたんだよね。それも盗むある中で。だから返すべきだと思うんだけど、返さないと思いますね。はい、ということでございまして、次はこちらですね。はい、これもなんかすごい話題になってるようでございます。ロッキー青木、なんかね、タンパリングじゃないかとね。これはメジャー29球団がドジャースに怒り浸透。佐々木朗希はそれでも大谷&吉野部の後を追うのか。佐々木朗希22ロッテは早ければ今オフとも言われるメジャー挑戦を見据え、着々と準備を進めている。そんな佐々木と相思相愛と言われるドジャースに対し、他の29球団が怒り浸透だという。今年3月、MLB、大リーグ機構がタンパリング、事前交渉を厳しく禁じるため、日本のプロ球団を含む他国のプロリーグ、韓国、台湾、メキシコのチーム及び選手との関係性を解消するよう、全30球団に通達していたことが分かった。日本ハムはレンジャーズ、DeNA はダイヤモンドバックス、MLB 球団と業務提携を結んでいる日本のプロ球団はいくつかあるものの、それも解消されることに。プロ球団のコーチをメジャー球団に派遣することもできなくなった。業務提携の解消だけではありません。我々、メジャー球団のスカウトが球場以外で密会することも厳しく禁じられたのです。それもこれも29球団がドジャースの佐々木に対するタンパリングを疑ったことがきっかけですと、ア・リーグの別のスカウトがこう言った。昨年10月、ドジャースのフリードマン編成本部長が、これまで日本人選手の獲得に携わってきたゲレンカー編成担当や日本人の元球団関係者を伴ってこっそり来日、オリックスのエースだった山本由伸、25ドジャースのレギュラーシーズン最後の投球を京セラドームのネット裏でチェックした。わざわざ日本語を話せる人物を連れていたのは単に山本の投球を見るためだけではないと思っていたら、その前後に佐々木に対してもラブコールを送っていたというのです。それを知った他球団が激怒、結果として MLB を動かしたのですよ。ドジャースのタンパリング疑惑はこれが初めてではない。2016年11月、WBC 日本代表とメキシコの強化試合の練習中、メキシコ代表でドジャースの主砲でもあったエイドリアン・ゴンザレスが日本ハムの大谷翔平、29ドジャースと打談笑。その場にカー編成担当がいたことがタンパリングだと大問題に。翌17年には MLB が全30球団に対して日本ハムのアリゾナキャンプで大谷との接触を禁止する通達を出したほどだ。3月に米全国紙 USA トゥデイのボブナイチンゲール記者は、ある球団の GM は全ての球団が彼、佐々木を欲しがっているが、彼がドジャース以外に行くことはありえない、それは皆わかっていると話したと報じた。佐々木に関しては鈴木誠也と今中翔太のいるカブスが対抗心を燃やしていると言われるが、シカゴの地元紙が心配なのはドジャースがすでに佐々木を獲得しているかもしれないことと書いたくらい。ドジャース関係者が佐々木はこのオフうちに来ると話しているとの情報もある。ドジャースは昨年まで11年連続でプレーオフに進出している。金も人気もあって、なおかつ何度もタンパリング疑惑が浮上するほどやりたい放題で結果を出し続けている札付きが大谷と山本まで手に入れた。他の29球団が遠差の声を上げるのは無理もないが、佐々木はそれでもドジャースに行くのだろうか。佐々木の背後には早期にメジャー挑戦させようと企てる黒幕が存在する。その黒幕は佐々木が高校時代から目をつけていたそうで、まあ、それにしてもね、あの大谷さんもドジャースがそうやって頑張ってうちに来てほしいなと思っておりましたけど、結局は大谷さんは、エンジェルスに入っていったから、だから俺は何とも言えないんですけど、やっぱりね、みんな勝ちたいということであれば、まあそうね、来る可能性はありますね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでございまして、
メッセージがございませんでしたので、皆様とこれでお別れに時間がなってまいりました。じゃあお別れするのはまたいつものようにこちらに行きたいと思っております。お別れするのはやっぱりここでございます。はい、ここで、はい、それでは、それでは皆さん見ていただきましてありがとうございました。皆様のコメントと、チャンネル登録をお待ちしております。それでは See you later Alligator See you laterアリゲーター。それでは皆さんがまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。